マーリンならキャメロット内にいるはずよ。管理システムの外出記録はないので。でもこの宮殿って相当広いし、入ったこともない区画も多いのよね。私も全システムを把握していれば簡単に検索できるんだけど、増改築が進んだ区画や回線が断裂した区画などまでは。なんとなく話を続けているけど、妖精の言葉の一部は意味不明ね。とにかく足で探すしかないか。リーフェも把握できない区画ってこっちのことよね。あれは、あ？エレイン？魔女がなんでこんなとこに？あら、嫌だ。ここはザルの区画なのに。ここで何してんの？魔女の言葉だ。我々を騙す嘘なんだ。と思うのでは？冗談でしてよ。ここは妖精も管理不能な区画。忍び込むには最適なの。知りたいのは方法じゃない。どんな理由で侵入したの？ただで魔女に教えを請えると？エクスカリバー使ってほしい？あら、変装が得意な私は妹のモーガンほど魔法戦闘が得意ではないものの、魔女の一人が本気を出せば火の海になるのはキャメロットでは？あらあら、どなった？私の顔を見られたら困りましてよ。火の海にしなくては。さ、どうしまして？こっちよ、テーブルの下。アーサー、リーフェに聞きました。こちらにいらっしゃるんでしょ？グネビアか。狭い。おやおや、どこを触るつもりでして？触るつもりならもっと大胆にやってるよ。アーサー、行け、さっさと行け。この緊急時に男か女を連れ込んで一発やってんじゃないでしょうね。連れ込むならもっと趣味のいいやつを選んでるっての。リーフェのやつ、適当なことを言って。なんとか切り抜けたか。あれが円卓の管理者。宮殿から出ていけ。あんたが外へ出るまで監視し、その後に穴を塞ぐ。もう少し交渉を学ぶべきでは。ま、余計な争いは回避してもらったし、質問の答えをあげましてよ。私はマーリンの計画を監視していてよ。あの忌まわしい体感作戦の。体感作戦？とはいえ、私も計画の全貌には触れられなくてよ。マーリンの研究施設は完全に警備が独立しているもの。入手できた断片的な資料はこれだけ。あなたに差し上げましてよ。お。それでは出口までエスコートをお願いできまして、アース。